東北新幹線が盛岡駅から新青森駅までの上下線で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていません。JR 東日本によりますと、運転を見合わせているのは東北新幹線の盛岡駅から新青森駅までの上下線です。保守用車両が油漏れを起こしたことが原因だということです。 点検や復旧作業に時間がかかるため運転再開の見込みは立っていないということです。